こんにちは、スタイリストの大山俊です。皆さん、今日はね、ちょっといつもと違った環境で動画を撮影したいなと思ってるんですね。僕が今いるところはどこだか皆さんわかりますかね？勘のいい方とかお仕事で来る方だったらわかるかもしれないんですが、僕が今日来てるのは東京駅周辺の、まあ、いわゆる丸の内と呼ばれるあたりなんですね。まあ、今日はこのあたりを、散歩しながらですね、大人の男性におすすめのショップを皆さんにご紹介をさせていただきたいなというふうに思っています。僕はこのあたりが結構好きでよく来るんですよ。もちろんプライベートでも来ますし、それだけではなくて、あとはもう仕事ですね。まあ、スタイリストとして活動する中で、まあ、いろんなお客様と一緒にお店を回るみたいな仕事をしていまして、その中でお洋服をご提案させていただくんですが、丸の内って結構買い物がしやすいゾーンなんですね。というのも結構狭いゾーンにいろんなお店、僕ら世代に合うようなお店がたくさんあるので、そんな丸の内の魅力を皆さんに今日はお伝えすべくですね、街ブラをしながら動画を回していきたいなというふうに思ってます。初めての試みなんで、僕もどうなるかわからないんですが、まあ、ぜひ皆さん最後までですね、まあ、一緒にこうお買い物しているような気分を味わってもらえたらなと思いますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでね、一発目はですね、これ見ていただくとですね、これ丸ビルなんですね。東京駅ってこちらの丸の内側っていうのは大きなビルが2つありまして、丸ビル、新丸ビルっていうのがあって、そしてその前にですね、ちょっと今見えるかな、この通りがあって、丸の内中通りというのがあるんですね。この中通り沿いずっと向こうまで続いてまして、東京駅から有楽町の駅の方まで続いてるんですね。この道沿いに結構素敵なお店が点在していて、ここをね、まっすぐ行きながら有楽町に抜けて銀座方面まで行くと、本当にね、お買い物楽しんでいただけるので、ぜひ皆さんにもね、このあたり知っていただきたいなと思ってるんですね。で、まず一つ目はですね、この丸ビルの中からご紹介したいなと思うんですが、中入れないんですよ。さすがに撮影許可いただいてないので、外側から解説っていう感じになってしまうんですが、まずはこのユナイテッドアローズですね。今ロゴ見えますかね。1階にアローズさん入っていまして、ここは、まあ僕の動画の中でよくグリーンレベルさん、扱うことが多いんですが、ユナイテッドアローズはもうちょっと価格帯が上がるんですけども、大人の男性にすごくぴったりな、ベーシックで、まあトレンド感も少しあるんですけども、比較的、僕ら世代でも取り入れやすいものが多いのが、ユナイテッドアローズの特徴なんですね。まあこちらの店舗としては、まあ割とこう、敷地はそんなに大きめという感じではないんですけども、コンパクトで商品が見やすいんですね。まあ、店内にはクロムハーツとかもあったりだとか、あとはこう、ドレスラインとかそういったものも充実していて、すごく買い物がしやすいのと、まあオリジナルの商品もたくさんあるんですが、僕が大好きなディストリクトユナイテッドアローズというブランドも、この中で取り扱いがあったりするので、まあすごくね、大人の男性が買い物するには最高のお店かなと思いますね。なんかユナイテッドアローズにもいろんなお店があるんですけども、地域ごとにやっぱり特徴がありまして、丸の内っていうと、なんか大人の男性とか、ちょっとこうビジネスの雰囲気っていうのがある街かなと思うんですね。まあそんなユナイテッドアローズの大人が通って楽しめるバージョンとして、丸の内の店舗ね、ぜひ見ていただきたいと思いますし、なんかお休みの日に旦那さんと奥様が二人でこうデートしたりして、お買い物するときには女性ものも結構良くて、結構最近はあんまやってないですけども、僕は女性のスタイリングしてた時もあって、そんな時には結構使ってたので、ぜひご夫婦で楽しんでいただければなと思いますね。そして1階から今度2階に上がると、まあここから見えないでしょうね。はい、ちょうどこの真上にあるのが、ユナイテッドアローズの名前が似てるんですけど、ユナイテッド東京というお店があって、まあここもまた僕スタイリングでも時々使っているようなところになりまして、まあどんなものかというと、メイドインジャパンのものづくりを大切にしているようなお店になってまして、デザイン的には結構ベーシックで使いやすいものが多いです。非常にね、原価率が高いお洋服が多いのがユナイテッド東京の特徴で、だいたいまあ 50% ぐらい原価率っていうふうに言われていまして、まあ業界全体としてはまあ 30% ぐらいの原価率が多い中で、非常にコストパフォーマンスが高いブランドになってるんですね。まあデザイン的にはベーシックなんだけど、トレンド感程よく取り入れるのも上手で、
結構ね、素材の質感だとか、あとは実際のこう作りが非常にいいんですね。国内にもいろんなこう工場があるんですが、ニットだったらこの産地がいいだとか、カットソーだったらこの工場がいいだとか、それぞれの特徴に合わせて縫製工場も選ばれていて、そういったなんかものづくりの丁寧さっていうところが結構ユナイテッド東京の圧倒的な価値だと思っているので、まあ、ここもぜひ皆さん2階にそのまま上がればいけますので、行っていただきたいなと思いますね。でね、あっちの方なんですけどね、2階の奥の方に、まあ、ちょっと画像は載せておきますが、デコラさんというメガネ屋さんもあるんですけども、ここがまたね、なかなかメガネのセレクトショップとしては非常に僕は信頼してるお店で、メガネ屋さんって本当いろんなとこありますけども、本当にセンスのいいブランドが、まあ、一挙に見れるというところで、非常にね、買い物しやすいかなと思いますね。僕は結構メガネのイメージないかもしれないですが、いつもですね、外行くときには結構していて、少しだけカラーレンズみたいなのが入ってるようなメガネをしてるんですが、これアイバンというブランドなんですけども、アイバン大好きでよくしてますが、こちらも入ってますし、あとはアヤメとか、イエロープラスとか、そういったこう優れたブランドが入っているので、メガネかけられる方だったら、もうデコラさんは、間違いなく言っていいブランドかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなというふうに思ってます。はい、そんな具合でですね、丸ビルいろんなお店があって、ぜひ皆さんにも楽しんでいただきたいなと思うんですが、続いてね、せっかくなんでこのまま中通りを歩いていきましょうか。これね、中通りのね、この通りを歩いてるのがもうめちゃくちゃ気持ちよくて、今日もね、天気が最高なんですよね。なんか一週間前までちょっと天気予報がちょっと雨降んじゃないかなっていう感じで結構ドキドキしてたんですけども、もう天気はいいし暖かいし最高の陽気ですね。ほら皆さん見てください。東京駅、この辺りもすごく綺麗になりましてね、なんかもう土日だとすごい人がいるんですけど、今日は平日なので真正面にあって気持ちがいいなと思いますね。はい、そのままちょっと歩いていきますと、丸ビルがさっきあったのが、見ていただいてわかると思うんですが、その隣には新丸ビルがあるんですね。こちらにも結構良いお店がたくさんあるので、ちょっとね、皆さんにご紹介したいなと思うんですよね。この通り沿いはね、ほんと気持ちが良くて、土日になると本当にここの通り沿い、素敵な大人の男性がたくさんいるので、それを見てるだけでもね、なんか参考になるんですよね。僕もね、大好きで、よく歩くんですが、これだけコンパクトにね、いろんなお店が見れるっていうところは、他にはなかなかないんじゃないかなと思いますね。かなり量感もいろんなお店が見れるのでいいかなと思うんですが、はい、そろそろ見えてきました。左手、これがですね、ビームスハウスという形で、ビームスというとカジュアルなお洋服のイメージが強いかなと思うんですが、ビームスハウスに関してはちょっとこうドレスライクなアイテムが多くて、スーツだとかビジカジに特化したものが非常に多いようなお店になってますね。ここはなんかセレクトショップ数ある中でも最もこうドレスラインを買うのであれば間違いのない選択肢かなと思っていますね。僕もスタイリングで散々使ってきましたが、ビームスのオリジナルのスーツとかもいいですけれども、海外のセレクトですね、例えばラルディーニ、タリアトーレだとか、まあそういったこうジャケットスーツ系の強いブランドだとか、まあシャツだとかボトムス、もう大体ここで揃いますね。非常にこう大人の男性がビジネスウェアを揃えるにはぴったりのお店だと思うんですね。なので、まあビームスの買い物をするならここ来ておけば間違いがないでしょうってところなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思うんですね。すごいですね。なんか中入りたいなと思うんですけどね。ぜひ中で今度撮影できるようにお願いしたいなと思うんですが、本当、まあ左の方がスーツ系があって、手前の方がちょっとカジュアルっぽいものが多いんですよね。で、ビジネスカジュアルみたいなものもありますし、あとは大人の休日着みたいなテーマもビームスハウスではできるので、本当ね、そのあたりはぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思いますね。まあ、ビームスさんっていうとこう、中村さんだとか、あとは西口さんだとか、結構こう、世界的に有名なファッショニスタの方もたくさんいらっしゃって、非常にこう、個性が際立ったドレス系のブランドなので、ぜひ、ビームスハウスも訪れていただきたいなと思います。そして、その上、あそこロゴ見えますかね ?B&Y と書いてあるのが、ビューティー&ユースという、ブランド、お店なんですけども、ここは先ほどのユナイテッドアローズの、また、違ったラインになっていまして、ここもね、すごく好きでよく来るんですね。僕は、このビューティー&ユースはできてからそんなにまだ年数は経ってないと思うんですね。比較的新しいんですが、
広いんですよ。めちゃくちゃ広いんですよ。そこで、ビューティー&ユースのオリジナルも見れますし、あとは僕が個人的に大好きな H ビューティー&ユースっていうね、ちょっとこう、なんだろうな、エッジの効いたトレンド感の強い、ブランドなんですけども、そういったものが見えたりだとか、あとは旬なブランドはもう一通りここで見れるので、ぜひ皆さんもね、このビューティー&ユースすごくいいので、見ていただきたいなと思いますね。一階にもう正反対のドレスラインがあって、ビューティー&ユースのカジュアルさのある2階も見れるというところで、新丸ビルに来ると結構いろんなお店が見れるんじゃないかなと思いますね。ちょっとじゃあそのまま歩いていきましょうか。ねえ、僕も大好きな街ですよね。なんかビューティー&ユースって他にも近くに銀座とかにもお店ありますけども、まあそちらよりもこっちの方がね、面積が大きくて、まあセレクトも結構広くあるので、この辺りでは僕は一番買い物しやすいんじゃないかなと思いますね。はい。ねえ、ちょっとこう今、9時ぐらいですか？はい。ちょうどこう出勤中の方々が増えてきた時間帯なんですけども、新丸ビルはこちらにありまして、僕はね、ファッション系ではないんですけども、新丸ビルの2階と3階に、まあちょっとね、奥の方で見えないと思うんですけども、インテリアショップがありまして、コンラショップっていうところがあるんですね。そこがもう大好きで、結構いろんなものを買ってるんですね。ちょっとしたギフトなんかに雑貨を買っていくのにもいいかなと思いますし、国内外の様々なインテリアのブランドの、セレクトがしてあって、すごくコンラショップもね、見ていて気分が上がるので、ぜひ皆さんもね、ファッションだけじゃなくてライフスタイルなんかを磨きたい方は、コンラショップなんかいいんじゃないかなと思いますね。先日ちょっとだけ僕もゲスト出演させていただいた、クリエイティブの裏側の高島さんとかも結構混乱ショップとかおすすめしたので、ぜひチェックしていただきたいなと思いますね。あとはね、この中で見たいのは3階にねあるんですけど、全然ここから見えませんね。僕の大好きな、グリーンレーベルさんもこの中に入ってるんですね。なので本当このね、丸ビルと新丸ビル2つだけで様々なブランドが見れちゃうんですね。グリーンレーベルさんも店舗しっかりとしていて、結構ね、お店行くと僕のこと知っていただいているみたいで、声をかけていただいたりしてとても嬉しいんですけども、すごくね、このあたりの店員さんっていうのは大人の男性に向けての接客が上手なんですよね。対応も丁寧ですし、非常に紳士的なので、まあそういったところも含めて、まあ新宿だとか、あとは池袋なんかもいいですし、あとは渋谷とかもいいんですけども、それよりもぐっと大人っぽい丸の内は僕ら世代には買い物がしやすいかなと思うので、ぜひグリーンレーベルさんにも足を運んでいただければなと思いますね。はい、ちょっとじゃあ歩いていきましょうか。で、新丸ビルもいいんですが、この通り沿いもね、いろいろありまして、本当に新丸ビルのすぐ隣にあるのが、見えますかね？トゥモローランドっていうお店ですね。ここもね、僕大好きなセレクトショップの一つで、昨日もちょうどスタイリングやってたんですが、昨日はちょうど銀座だったんで、有楽町のトゥモローランドさんで、ショッピングと同行したんですけども、ここのね、丸の内すごく量が多いんですね。女性物もね、すごく充実してますので、ここもデートで使っていただきたいなと思うんですね。お店構えもすごく素敵ですよね。このドーンとしたこうね、トゥモローランドのロゴも入っていて、空間自体すごく上質なので、まあこの世界観ね、トゥモローランド大好きですね。まあこういったね、マネキンもあるので見ていただきたいなと思うんですが、ちょっとこうクラシックなジャケットなんだけど、ビビッドな色のものを使ったりだとか、なんかトゥモローランドというと色鮮やかで、すごくなんか上品な雰囲気があると。セレクトショップのオリジナルの中でも、すごく定番的でベーシックな感じというよりは、少しひねりが効いていて、おしゃれが好きな人でもすごくこう満足できるのがトゥモローランドのクオリティだなと思ってまして、僕も大好きで、ちょっとねこちらに画像を載せておきたいなと思うんですが、先日、トゥモローランドのオリジナルのベージュ系のダブルジャケット買ったんですけども、それなんかは結構動画の中でどこのジャケットですかって聞かれることが多くて、すごくね評判が良かったんですけども、結構僕個人としてもトゥモローランドは好きで、オリジナルよく買います。ぜひね、皆さんもベーシックなものはちょっと飽きてきたなっていう場合は、少しこういった、アクセント的な要素のあるようなトゥモローランドも、チェックしていただきたいなというふうに思ってますね。はい、そのままじゃあちょっと奥に行きましょうか。もうね、トゥモローランドがここにあって、そのままちょっと奥に行くだけで、またもう一歩名店ですね、見つけることができるんですね。
はい。まだお店が開いてる時間帯じゃないので、撮影をさせていただいてるんですが、こちらですね。ルドームエディフィス ET って何て読むんだろうわかんないですけども、あとイエナが一緒になってる店舗ですね。まあ、エディフィスも僕が大好きで、このお店自体もスタイリングでめちゃくちゃ使うんですね。というのも、僕が普段はスタイリングするのは銀座有楽町エリアが多いんですね。これもまた後日、動画アップしたいなと思うんですが、丸の内に来る場合というのは基本的には僕はこのお店を見たいから来るんですね。以前はあのエディフィス銀座にお店があったんですが、今ちょっとなくなってしまって、近隣のこの丸の内にこちら大きいお店があるんですよね。まあ、エディフィスというと、雰囲気としてはベーシックなお洋服が多いんですが、フレンチカジュアル、フレンチトラッド、このあたりが得意なブランドなんですね。ちょっと綺麗めではあるんだけども、なんかこう、かしこまりすぎない、カジュアルさっていうところがあって、そのなんか肩の力が抜けた感じなんかが洒落ているのがエディフィスなんですね。価格帯もオリジナルでそんなに高すぎないんですよ。僕がよく見るのはビジネスカジュアルですね。セットアップのジャケットとかでもそんなに高くないし、あとはカジュアル系もね、結構様々なものがあって、ここ行けば結構オンからオフまで全部揃ってしまうので、僕はね、エディフィスかなり好きです。非常に評価していて、僕らの世代には非常に似合いやすいかなと思うので、ぜひね、このエディフィスも見ていただきたいなと思いますね。特にこの店舗は、やっぱりこう、都内の中でもかなりセレクトが充実していまして、オリジナルだけではなくて、割とこう、なんだろうな、様々なオーラリーだとかコモイだとか、そういったブランドまでカバーしているので、すごく使い勝手がいいかなと思いますね。僕自身も大好きでよく来ているお店なので、ぜひ皆さんも足を運んでいただければと思います。はい、じゃあこっちの方行きましょうか。ねえ、なんかこのあたりだけで今何店舗紹介しました？かなりね、紹介しましたよね。非常にね、なんかお店が密集してるので使いやすいのがこの丸の内エリアなんですね。僕もね、スタイリスト歴今何年かな？個人向けのスタイリストも13年ぐらいやってるんですよ。で、ほんといろんな地域で買い物してきましたが、やっぱり、まあ、歩いてて気持ちのいい街っていうと、このやっぱりロケーションは最高じゃないですかね。これからちょっと歩いていくわけなんですが、やっぱりね、このクリスマスシーズンなんかになると、イルミネーションも含めてめちゃくちゃ綺麗なんですよね。ね、それも含めてすごくいいんですよね。向こう側にはですね、マルティニークっていうブランドで、結構女性もののイメージが強いんですけども、ここは男性もの もちょっとセレクトで置いてあって、僕も時々ここも、覗かせていただきますね。まあ、オリジナルもありますが、結構セレクトが良くて、イタリア系のちょっとビジネスカジュアル系のアイテムも充実してますし、あとはモンクレールだとか、ちょっとハイブランドなんかもあったりとか、そのあたりも含めて結構いいなと思うのが、マルティニークですね。トゥモローランド広いですよね。こっちの方までメンズがあって、いいなぁ。なんかボーダーのね、ジャケットとか、そのあたりもかっこいいっすよね。シアサッカーのジャケットとか。なんかやっぱり華やかさがあるのがトゥモローランド。色がすごく綺麗ですよね。そのあたりが他のセレクトショップとはないところで、あとスーツなんかも僕トゥモローランド持ってますけども、非常に形綺麗なんですよね。肩周りは結構構築的な雰囲気もありつつ、しっかりとウエストくびれていて、スーツもね、すごく定評があるのがトゥモローランドなので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思いますね。あとは、せっかくなんでちょっと渡ってみましょうか。あっち側に見えてきたのが、キャバンっていうお店なんですね。キャバン、前はね、ここにエディションっていう僕が大好きなトゥモローランド系列のお店があったんですが、最近はキャバンに変わっているんですね。キャバンも僕大好きで、ちょうど今着てる T シャツがキャバンのものですね。ちょっとね、こういった色鮮やかな T シャツ、プリントなんですけど、こう貼り付けてあるんですね、生地が。こういったモードが得意で、僕はキャバン大好きなんですけども、結構ね、おしゃれめちゃくちゃ好きな方とか、ファッション業界の人がキャバン愛用してるイメージが多いですね。トゥモローランドの、まあ、兄弟ブランドって言ったらいいのかな？そんな感じなんですけど、オリジナルの展開をしてるんですが、素材のこだわりがすごく、このブランドは優れていて、上品なんですよね。圧倒的に質感がいいので、まあ、デザイン自体は結構ユニセックスで男性も女性も着れるような、こういった結構ダブルのジャケットとか得意ですね。これは結構ピンクで、なかなかインパクトはありますが、
ちょっとデニムの生地の、ダブルのジャケットとか、僕ちょっとそれ今度買いたいなと思ってるんですけども、あとはちょっとベージュ系のジャケットとか、そういったものなんかは使いやすいかなと思いますし、ちょっとサイズ感も緩めでトレンド感があって、キャバンのアイテムはね、ちょっとアイテム数めちゃくちゃ多いかなっていう感じじゃなくて、厳選されたものが多いんですけども、個人的に大好きなブランドですね。で、まあ、セレクトではマルニとかも取り扱っていて、今日着てるここら辺もマルニの僕のシャツなんですけども、そういったものとかも見れたりするので、ちょっとモード感があるんだけども、適度にこう色合いが楽しめるような、あとは素材感が圧倒的にっていうところがキャバンっていうところで、まあ、ちょっとクロート好みのお店ではあるんですが、ここもぜひチェックしていただきたいなと思いますね。ワイドライフテイラーさんもね、非常に良くて、奥にこう、髪切るバーバーが入ってるんですよ。僕そこで一時期切ってた時もあって、サイドをね、こう2ブロックにするみたいなスタイルを一番最初にやってもらったのは、ワイルドライフテイラーさんの内側にあるお店なんですけども、結構ここもセレクト面白いですね。ねえ、まあ、こんな感じでいろいろ回ってきましたが、最後ね、向こう側ちょっと映してもらって、ラルディーニスロウェアっていう形で、このあたりは大人向けのドレスラインといいますか、ブランドですね。スーツとかジャケットあたりが得意なイタリアブランドで、特にラルディーニは僕すごいよく使いますね。僕自身も着ていた時期はありますが、僕は普段のスタイリングでご提案するときに結構ラルディーニは使うんですね。非常にこう品質のいい形も綺麗なジャケットが作られているのがラルディーニ。そしてまあ、スローウェアだったら、ボトムスで言うとインコテックスだとか、ジャケットで言うとボリオリですね。このあたりのブランド取り扱っているのがスローウェアで、まあ、両方ともこう、大人向けの、まさにこう、丸の内、東京エリアっぽいようなアイテムがあるので、ちょっとビジネスでしっかりと着こなしを素敵に見せたいという方には、この2つのブランド、非常におすすめなので、ぜひチェックしていただければなというふうに思っています。まだまだね、あっちに、ね、お店たくさん続いているんですけども、大体ですね、この周辺で、大人の男性が楽しめるようなお店があったりするので、このあたりね、ぜひ皆さんにも参考にしながらお楽しみいただければなというふうに思ってます。はい、ということで今回は初めての試みでしたが、大山旬と歩く丸の内散歩という形で、いろんなお店ね、本当に外側から覗く程度でいろいろと僕がくっちゃべるという形でしたが、ぜひね、今後はお店の中で撮影できるように、ね、もし、プレスの担当者の方々見ていただいてましたら、ご連絡いただければなと思いますし、僕もアプローチさせていただきたいなと思っています。はい、ということで以上、スタイリストの大山旬でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。